中澤伸一って宗教学者ですね。で一時期すごく評判が良くて、最近あまり聞かないんですけれども、宗教を見ている人ですね。それで、今はですね、ウクライナについて紹介をしましたけど、一見ね、派手だからやることがちょっといけないんじゃないかと思うかもしれないけど、実はウクライナの発想、あるいはその方法っていうのは非常に進んでるんですね。例えばですね、これ人格ですけども、普通に、スタンキングじゃないけども、体に墨塗ったりなんかして、ベタッとするとですね、こうなるんですよ。全然きれいじゃないしね。で、足でしょ、で体でしょ、これドッパーでしょ。これ一応形は出るんだけども、それが造形的にね、もう一つ、ビシッと意図的に作るわけにはいかない。これで、これね、やっぱりベタベタとつけてる、作ってると、思うんですけど、実はそうじゃないんですよ。いろいろ工夫してですね、この形を作ってるっていう、そういうことで、長いビデオの内容が見せなかったんですけれども、この方法として、例えばそれをピックアップしたものはね、真ん中の心部分、胸から胴体の部分については、ね、こうやってね、ペタッとつけるわけです。ここにつけるわけですね。それで、足、これはね、この高さだから、ピョンと飛んでね、カエルみたいにベタって張り付いたのかっていうと、それじゃできないわけです。これで、足の部分、これですよ。これと同じ写真なんですけど、これ、見てごらん。ここの、側面をこうやってベタッとこうくっつけてることによって、こう出してるわけです。この人のここが伸びちゃってるんですよ。ね。そういうことによって、足を表現してるから、足の正面じゃないんですよ。側面を使ってベタベタとこう、作り出してるっていう、そういうシステムにしてやってるんですね。だから結構ね、計画的にね、作り出してるわけですね。で、リブトライブルっていうのはここのブルーですね。ちょっと濃い重くしいブルーなんですけど、ものすごく綺麗な顔料が固着されているんですね。あとは金色も有名なんですよ。金で、表すという、これはもういろんな世界、単なる物質の表面だけの単体で表すということになりますから、この人ですけど、ほとんどもう抽象世界の中の概念です。コンセプチュアルアート的な要素も持ちながら表現しているという、そういう人ですから、いい加減な人ではないなということが分かるわけですね。一歩の意味でしたけども、信じ合います。最後、3分ぐらいですけど、踊る絵描き。最後にですね、極めつけは踊る絵描き。ヨナス・ジェラルド。この歴史の人ですけど、紹介人です。この人がどういうふうに抽象絵画を描くのかということをちょっと見てもらえて、ちょっとフラッとしてくれるかな。3分ぐらいで終わりますので、特にね、踊る絵描き。どうやって踊るのかな。いいよ、見ろと。Oye, mamita linda, déjate yo te lleve a esa isla mágica, la isla del amor, la isla de la vida. Dime, princesa Soledad, ¿pa' dónde vas? Qué perdida, ¿qué te pasa? Dímelo. Ahora tu corazón.
Ερχόμαστε στο παρελθόν, μας λένε και γελάνε. Σηκώσαν τις σημαίες τους, προσπέρασαν και πάνε. まあ、14日はそんなに時間をかけないで、